それでは少々お待ちください。少々お待ちください。スタートしました。今見えてますか？暗いですね。でも雨降ってきちゃったりして、あと、ですね、休憩時間の時にもお話しいたしますけども、休憩の時のトイレですけども、先ほど受付いたしましたあちらの方のトイレをですね、解除するデータはすぐ機能に合わないですね、トイレをご利用いただければというふうに思います。あとマスクについてはですね、先ほどお話しました通り、外しながら、運動するときは外しながらですけども、それ以外の部分についてはマスクをですね、取得しながら、あと皆さんとの距離をある程度保持しながらですね、行動していただければなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。それではこんにちは。本日は、ご参加いただきまして誠にありがとうございます。若干こう微妙な天気ですけども、皆さんの勢いでですね、ぜひこう天気をですね、この曇りをですね飛ばしていただければなというふうに思っております。それではこれより第30回卓牧師の里ふれあいマラソン大会2020代替企画ランニングクリニックを開催いたします。はじめに、卓牧の里ふれあいマラソン大会実行委員会会長高梨徹からご挨拶を申し上げます。皆さんこんにちは。実行委員会の会長で盛岡市スポーツ協会の高梨と言います。主催者側から一言ご挨拶をさせていただきます。本日は絶好のランニング日和なような気がします。後方には姫神さん、前方には岩手さんがですね、山頂に顔を出して皆さん方を、歓迎しているという状況でございます。なかなか両方はっきり見えて、行われる、卓牧マラソンも、あまりございません。はい、今年度第30回の卓牧の里ふれあいマラソン2020につきましては、新型コロナウイルス対策の関係で、春の募集の時点から9月の大会は見合わせるということになりました。で、今回本日の企画につきわけです。その大会に向けての機運を高めるという点が一つ、それの他、新しい生活様式の中での、イベント大会というのをやってみる。また、これから、いろんな機会があります。今、オンラインとか、あと GPS を使ったりするイベントもありますが、実際集まって行う良さを、もう一度味わっていただくというような趣旨で企画したところでございます。賛同いただいて、ご参加いただいた方々に、感謝を申し上げます。本日の、ゲストは2名でございますが、東京都文京区、卓牧終焉の地のゆかりの関係のお二方ということでございますが、昨年盛岡市は、文京区と友好都市提携を行いました。で、昨年の卓牧マラソンには、文京区にある東洋大学の監督さん、選手をお招きしまして、ぶち切りの、
走りを見せていただいたところでございますけれども、そういった関係もございます。皆さん方には本日の経験を生かしてですね、これからの、ランニングライフを豊かにしていただければという趣旨でございますが、おしまいになりますが、その、参加者の間の距離を取りながらという、ことになりますので、そこもお願いしまして、大会の、ご挨拶とさせていただきます。本日はよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。続きまして、本日は各国周辺の地、東京都文京区にゆかりのあるお二人の講師をお招きしてございますので紹介いたします。お一人目は下積み時代を文京区で過ごされた、文京区で過ごされ昨年開催された岩手盛岡シティマラソン2019にベストランナーとして、ステージイベントの出演者として参加されました、N 高志さんでございます。お二人目が、文京区にあります東京大学大学院教育学部研究科に在学中で、今年1月開催されました、箱根駅伝では関東学生連合チームの主将を務められた岩手県出身のランナー阿部久馬さんでございます。どうぞよろしくお願いいたします。本日はこのお二人にデイクリニックを行っていただきます。それではどうぞよろしくお願いいたします。はい、というわけで改めまして皆さんこんにちは。今ご紹介いただきましたモノマネアスリート芸人の N 高志です。あの下積み時代文京区という話があったんですけど、僕はあの本当に下積み時代家がなくて文京区のライブハウスに住んでたことがありまして、そしてですね、あの僕盛岡は実はあの、父と祖母も盛岡で、先祖代々盛岡なので本当にもうルーツというご縁というかですね、参っております。今日よろしくお願いいたします。あ、皆さんこんにちは。東京大学大学院の現在教育学研究科というところに所属しております、阿部久馬と申します。盛岡の、高校が盛岡第一高校だったので、あの、まあ、盛岡には、まあ3年間学校通っていたという点があります。まあ実家は滝沢市で、現在あの大学院が文京区の本郷というところにキャンパスがありまして、そちらに今、大学生時代からあの5年目ということで、まあ、盛岡と文京区の両方に縁があるということで今回、読んでいただきました。よろしくお願いします。さあ、というわけですね、あの今日は、まあ、これあの阿部さんと、そしてあの僕らの、まあ、モノマネアスリートユニットで川口優輝選手のモノマネを書かせていただいてるんですけど、学生時代はあの駒澤大学の方での駅伝のマネージャーを、しておりまして、今はですね、いろんな学校に伺ったり、あとはランニングのセッションとか、マラソン大会のゲストランナーとさせていただいておりますので、今日ですね、あの阿部さんと2人で、皆様とランニングに来てね、いろいろチャレンジしていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。ちょっとあの始まる前に、あの、まあ、一応僕モノマネアスリート芸人ってことで、あの質問とかでモノマネさせていただいても大丈夫ですか？それでは、聞いてください。平井堅さんのものまねで、石焼き芋。石焼き芋、やったぜ。はい、どうも、入れまーす。それでは、よろしくお願いいたします。さあ、ということで、阿部さん、いよいよ始まりましたね。はい、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。あ、それで、いきなり芋を披露してしまって、申し訳ないですけどね。いや、もう、安倍さんも、あの、昨年、あ、今年ですね、今年の正月、箱根駅伝を走られて、はい、もうすぐ箱根予選会もね。そうです、もう気づいたら計画してるかって。もう、あの、東大大学院として、今度箱根の予選会もね、出られる安倍さんですね。そう。あの、いろんな、あの、ランニングの動き作り、今日やっていくんですけど、もう、ぜひ、デモンストレーションね、安倍さんもやっていただきますので、ぜひ皆さん、あの、見よう見まねで一緒に真似していただくとより分かりやすいかと思いますので、ね、よろしくお願いします。さあ、というわけでですね、今日いろんなあの動き作りをやっていくんですけど、まずですね、走り、生活、すべてにおいて、
大事なことがありまして、さあ皆さん何だと思いますか。さあ走ること、あるいは生活、食事とかでも、勉強でも、さあ何だと思いますか。はい。継続もちろんすごい大事なんですけど、あの体的なことで、体、ああちょっとあの時間がすごい待っていく、あの姿勢、今姿勢と言った瞬間にシャキッとしてくださった方が、ね、いらっしゃいますね。そうなってます。姿勢がとっても大事で、特にあの皆さんやっぱりあの車移動であったり、あとお仕事であったり、結構あの座ってることがね多いと思うんですけど、そうすると自然となんかこう極端に言うとこうね曲がってしまって、そうすると走るときやっぱりこう腰が落ちたフォームになってしまって、今日はあの事前にアドバイスもいただいてるんですけど、皆さんの故障に悩んでる方とかも多いと思うんですけど、やっぱり腰が落ちてこういうフォームだと膝とか腰とかあとふくらはぎとか痛めやすくなりますので、今日はちょっと姿勢に気をつけながらぜひですね、あの一緒に何をしていただければいいなと思います。そしてあとバランスですね。バランス、バランスが崩れてしまうとどっちか足を痛めやすくなったりしてしまいますので、今日は最初にですね、バランスのチェックをしていきたいと思います。バランスチェックですね。ではまず最初バランスチェックということで、片足、あ、最初お好きな方で構いません。片足で立っていただいて、足を上げて、あのグリコのポーズありますよね。こういうポーズ、イエイっていう、これで、あ、ここから今まだ練習する、これで10秒、数えて、いきたいと思います。なるべくグラグラせずに、10秒ね数えていきます。さあでは皆さん一緒にお願いします。いきますよ、せーの、せーの、1、2、3、4、大丈夫ですか。5、6、7、8、9、10、ありがとうございます。あ、結構皆さん安定感がね、ありますね。そしてじゃあ今の足と反対の足で今度はお願いします。なるべく膝は上げてください。いきますよ。せーの。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。あ、ありがとうございます。ちょっと何かグラグラとしますかね。あの、やっぱり得意な支えやすい足と支えにくい足があったり、あとはちょっとなんか足に違和感があったりすると、ちょっとブレが。で、これは、あの、今日だけじゃなくて、日によっても変わったりします。あの、バランスが崩れてきたりとか、あの、どっか腰痛めてたりとか、それでもちょっと変わってきますので。さあ、では、今度はですね、今の目をつぶってやって、いきます。あの、ちょうどね、あの、近くなってるので、周りの方と多分ぶつからないとは思うんですが、あの、できるだけ真ん中辺に行ってくださいね。あの、隣の人とバツンとかなってたんで。では今度はですね、目をつぶって10数えていきたいと思います。あのちょっと僕あの皆さんの見たいので僕目開けてますね。ちょっと阿部さん目つぶってチャレンジしよう。では皆さん片足で立っていただいて、今の今度目をつぶって10数えましょう。いきますよ。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。ありがとうございます。急に難しく、あ、丸さん完璧です。頑張ります。はい。で、また目をつぶって10秒数えていきたいと思います。では行きましょう。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。ありがとうございます。丸さん素晴らしいです。じゃあ、あの左右差あった方ですか。どっちかがやりやすい。あの結構やっぱ皆さんね、左右差あったと思います。で、あのこのね、あのバランスを日頃から意識したりチェックしたりっていうことで、なるべくバランスをね、そのように意識しても大事になってます。どうしても陸上競技走るのって、あの特にトラックを走る方とかは同じ動きでね、ずっと走るので、骨盤が結構ずれやすかったりね、しますので、あの意識的に時々ちょっとあのまあ普通のトラックでは難しい。バランスチェックしていきたいと思います。今度は、あのフィギュアスケートのちょっとね、こういう
こういうポーズ。また知恵立って、しっかりこのキープしていく、こういうポーズを、今度は目を開けていただいて、すぐこれ危ないので目を開けていただいていきたいです。では、お好きな足の方をセットしていただきまして、お尻でしっかり踏ん張っていただいて、手を伸ばして、せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、ありがとうございます。素晴らしいですね。結構これヒップアップにもおすすめです。さあ、では今度反対いきたいと思います。では参りましょう。せーの、1、2、3、4、5、大丈夫ですか？6、7、8、9、10、ありがとうございます。足引いて大丈夫です、はい、はい、というわけで、さあこれも左右差あった方いらっしゃいます。大丈夫ですか？こっちの方が比較的左右差がなかった方もいらっしゃいますね、というわけでバランスの、ステップでした。さあ続きましてですね、今度は運動神経、運動神経って皆さんご存知ですかね？聞いたことあるんですけど、運動神経とは、簡単に言うと頭で思った通りに体を動かしていく、コーディネーション能力とも呼ばれるんですけど、特にお子さんのうちはすごく成長します。で、もちろん大人になってからも、成長します。これの能力が落ちてくると、自分で思った通りに体を動かしながら怪我につながっていくんですね。だんだん人間って太ってしまったり、走ってる時も自分ではかっこいいフォームで走ってるつもりが腰を落ちてって便利だなって思ってる。なので、丁寧に体を動かす練習をしていきたいと思います。ではですね、最初、グーとチョキとパー、グーとチョキとパーを体全部使ってやっていきたいと思います。まずグーはしゃがみます。グーです。グーはしゃがんでください。そしてチョキは、片足が前で、片手が前ですね。さあ、そして皆さんよく見てください。手と足揃ってる方いらっしゃいますか？手と足揃ってる方、そうです、そうです。手と足揃ってる方は、これでやめで、パーはオフ、開けます。パーですね。もう一回いきます。グーチョキパーですね。はい、で今度は、これですね、じゃんけんって、両足でじゃんけんで、その後にポンをしますので、僕と同じのなるべく早く出してください。いきますよ。じゃんけんぽい。おう、じゃんけんぽい。さあ、手足揃ってます。せーの、じゃんけんぽい。じゃんけんぽい。ありがとうございます。じゃあ今度はですね、後出しじゃんけんで、僕の出したのに勝ってください。僕が出したのに勝っていただきます。なので、僕のを見てからなるべく早く反応してください。いきますよ。じゃんけんぽい。さあ、予想してる方です。せーの、じゃんけんぽい。せーの、じゃんけんぽい。お、せーの、じゃんけんぽい。お、せーの、じゃんけんぽい。じゃんけんぽい。あ、素晴らしいです。では、今度は、後出しじゃんけんで、まずと、負けていただきます。負けていただきます。僕よりも弱いのだ。なるべく早くしましょう。せーの、じゃんけんぽい。せーの、じゃんけんぽい。おー、せーの、じゃんけんぽい。はい、ありがとうございます。さあ、ここまで、いい感じです。今度は、非常に難しくない。今度は、じゃんけん、ぽいぽいって、ぽいぽいってやって、ここをかけて、じゃんけん、ちょっと試してみてください。例えば、じゃんけんって、グーとパーだから、グーとパーに、両方勝ってたので、パーと、それから、ゆっくりやってみます。いきますよ。両方 2連続で勝ってください。なので、1個前に出たのを覚えてください。頭の最初に、せーの、じゃんけん、ぽい、ぽい。あ、素晴らしいですね。せーの、じゃんけん、ぽい、ぽい。あ、そして最後に行きます。じゃんけん、ぽい、ぽい。あ、素晴らしいです。はい、ありがとうございます。これですね、普段使わないような、動きをやっぱり鳴らしていくと、またね、運動し
神経の発生がね、始まるね、よろしくお願いします。さあ、ここまでバランスと、あと運動の神経の方やっていきます。では、このランニングに向けての準備体操をしていきたいと思います。今、頭の体操をしてます。準備体操は僕が今作っていました、動的ストレッチで、オリジナル体操で、ジャパサ体操という体操がありまして、去年もね、盛岡シティマラソンでも、全日空域でやっていただいたんですけど、今日はですね、岩手バージョンでお聞きいただきたいと思います。では、どんな体操か最初にご説明しますので、動きの方をね、説明させていただきます。イラストの方、出ますか？はい、イラスト見ながらね、お願いします。では、1枚目撮ってください。最初は、お侍さんです。お侍さんは、刀を持って、大きく振りかぶってくる。そして、その場で、サムライト、サムライト、足を交差しながら、しっかり肩甲骨を使っていきます。そして次は、忍者です。忍者は、横から手裏剣を投げていきます。体をひねって、忍者、忍者、これを忍者、忍者と、まあ、いう名前です。1枚お願いします。次はお相撲です。足を上げます。相撲を、相撲をと、股関節のね、ストレッチになります。で、1枚お願いします。次は柔道です。柔道は大外刈りですね。掴んで、足を上げて、後ろに蹴り出します。掴んで、足を上げて、後ろに蹴り出します。これもバランスを保ちながら、そうでは1枚お願いします。で歌舞伎が、ジャンプ、そして構えて首を回す体操になります。構えて首を回す体操です。次お願いします。次はお寿司を握る体操なんですけど、これだと体操にならないので、大きく開いて握ります。大きく開いて握ります。これを左右でやっていきます。で、1枚お願いします。次、焼きそばですね。お蕎麦を焼きそば。焼きそば。大きくね、肩甲骨、それから股関節を使っていきます。では、1枚お願いします。富士山って書いてないので、今日は、せっかく後ろに岩手山が見えますので、岩手山で行きたいと思います。でも動きが大体一緒ですね。マウント岩手、マウント岩手山とかね。なるべく、こういったら今度、外に開いて、外に開いて、上に持っていきます。はい、では次はね、次は新幹線ということで、新幹線の先頭をイメージしていただいて、新幹線、新幹線。戻すときは手のひらは上にお願いします。では最後お願いします。さあ、まあ、石割桜でもね、有名ですね。桜ということで、小さくなって、大きく桜。小さくなって、大きく桜。というわけで、音楽に合わせて、今のこれ練習です。これから、準備体操したいと思います。では、音楽大丈夫ですね。では、参りましょう。テレビイエーイレッツジャパサスイ音って、もう一回言ったよ。頭からお願いします。頭からお願いします。はい。さあ、では行きましょう。レッツジャンプスタイル。せーの。ジャンプスタイル。ジャンプスタイル。ジャパニーズエクササイズ。さあ、姿勢に気をつけていきましょう。ジャンプスタイル。
歌舞伎歌舞伎はいじゃあ寿司、エクササイズ、寿司、寿司、寿司、反対もしっかり開きましょう。寿司、寿司、はい、ジャンプサイズ、ジャンプサイズ、エクソ、焼きそば、エクササイズ、おそばやります。焼きそば、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 岩手さん見ながら行きましょう。岩手さん、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 後ろ回って戻ってきます。さあでは、競争ではないので、
ましょう。はい、では、次の方、いきたいと思います。では、参りましょう。よーい、スタート。トン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 。はい、走っていってください。さあ、では、よーい、スタート。お尻を隠していただいて、トントンってやって、ちゃんとまっすぐ蹴れてるか、チェックしてください。で、これで、ダメな例をしますと、こう、お尻に当たらずに、こう、ピョンピョン、外側になっちゃったり、あと、ガニ股になって、こんな感じになっちゃうと、口から逃げていっちゃいます。故障のね、原因にもつながってきます。なるべくね、まっすぐ、綺麗に、あ、さすが阿部さん、素晴らしいですね。まっすぐ、綺麗に。なので、その状態でまたさっきの3つ目のマスまで、行ったら、少しスピードを上げて走っていきましょう。分かりやすいようにこのまま進んでいきましょう、ね、このまま進んでいってこのマスまで来たら走っていきます。で、赤いコーンまで行ってまた後ろに戻ります。では、これも競争じゃないのでスタートしていきたいと思います。では行きましょう。よーいと、トン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 、手をお尻で大丈夫ですよ。で走っていきましょう。はい、では行きます。よーい、スタート。トン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 。はい、では、手をこのお尻でこう、このまま入れてください。では行きましょう。よーい、スタート。トン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 。はい、行きましょう。では次の方行きます。よーい、スタート。トントン。さあ、まっすぐまっすぐ、まっすぐ蹴っていきましょう。はい、走っていきます。はい、では次の方行きましょう。よーい、スタート。トントントン。さあ、まっすぐ蹴って、まっすぐ蹴って。はい、走っていきましょう。はい、では次の方行きます。よーい、スタート。さあ、まっすぐ、まっすぐ蹴って、まっすぐ蹴って。どうも。はい、走っていきましょう。はい、ナイスランです。これね、外に行って、まっすぐね。そう。さあ、では、皆さんも大体次のね、チェックの方に行きたいと思います。最初のこのランニングの、ドリルをした後に本練習で、こう、阿部さんのね、本練習に入っていきます。もう少々ね、皆さんにお待ちください。やっぱり走るときも基本が、勉強もそうだと思うんですけど、基本が大事ですよね。Thank you.
タート。はい、では次の方です。はい、どうぞ。4つ目のマスまで大きな
勢いを生かして、あの勢いを殺さずに、ちょっと早めに、勢いのまんま早めにね、動かす。なので皆さん、左右揃わずに、ね、大きく大きくやっていただいて、4個目のマスクが、では、Thank you.
ちます。
ここ詰まり、ここに詰まり、今起こしましたので、まだ聞けないようにですね、ちょっと準備をお願いいたします。あとはもう、ちょっと冷えてきたなって方は、おすすめなのはですね、その場で、
さあでは、続いてから、そのまま走っていって、赤いコーンからまた戻ってきます。では、1列目の方いきます。倒れ込み、用意、スタート。倒れ込んで、そうですね。もっと勢いつけて走っていきましょう。もう勢いつけて、そのまま、ダッシュまではいかないですけど、ダッシュに近いぐらいに出てきます。では、倒れ込んで、用意、スタート、倒れ込んで、オン。いいですね。腰が曲がらずに、まっすぐこう、倒れていきます。では、いきます。用意、スタート、倒れ込んで、あ、いいですね、綺麗ですね。いいですね。さあ、いきましょう。用意、スタート、倒れ込んで、そうそうそう。はい、では倒れ込んでいきます。よーい、スタート。倒れ込んで、スタート。そうですね。では、最後の課題いきます。よーい、倒れ込んで、そのまま走っていきましょう。はい、ありがとうございます。ではですね、この後、実際にグラウンドを今から2周して、ジョギングで2周して、ウィンドスプリントというか流しと呼ばれる、ねものを、まあ、全力疾走ではないんですけど、まあ、8割ぐらいの全力疾走の8割ぐらいのスピードで、疾走する形で、向こうのコーンからあのコーンまで約 100m ほどバーッと走っていただいて、これを2本入れて、そして、安倍さんの方の本練習の方、入っていきたいと思います。ではですね、ちょっとあの、距離を保っていただいて、2周ですね、このこっちまでですね、ごめんなさい、こっちまで、あのウォーミング、さっきね、あのアップとかダウンとかはちょっと逆回りで、まあ、環境にもよるんですけど、一般のね、競技場とか開放しているところは難しいんですけど、こういうオープンな時は、結構逆回りがおすすめです。逆回りで、2周、今から競争じゃなくて、あのウォーミングアップですので、ご自身のペースで構いますので、2周大きくこの赤いのコーンがありますので、ぐるっと走っていただいて、またこちらに戻ってください。では、皆さん、2周行きたいと思います。では、よろしくお願いします。では、スタートしましょう。じゃあ、音楽なんかかけましょうかね。さあ、競争じゃないですね。さっきやった、さっきやったですね、姿勢に気をつけながらね、走っていきましょう。姿勢に気をつけながら走っていきましょう。
ね、姿勢と、ね、腕の振り良くなるのさあ、腕振って腕振っていきましょう。はい、じゃあ2周した方はちょっとね、手を待っててください。はい、お見事の様で2周終わった方はちょっとね、はい、ちょっとね、肩だけで少し足踏みしたり、ゆっくりね、踏みしたりと思ってください。はい、で2周、ですね。はい、では、OK でしょ、OK でしょ。はい、2週目のお疲れ様です。さあ、この後ね、本練習にね、入っていきますからね。はい、いい姿勢、いい姿勢でね、いいですね。さあ、普段ね、半時計回り、トラック回りで、ね、走っている方は、逆回りもね、なんかちょっと自然な感じしますよね。始まったら少し、ただね、体を返してください。大丈夫ですか？まだ大丈夫です。ゴミになったんで、まだね、全力使わせないですよ。はい、ナイスワンでーす。ちょっとね、呼吸を整えててください。さあ、待ってくれた。では、今度ですね、ウィンドスプリントですね。はい、待ってくれた。あ、大丈夫です。すいません。はい、お疲れ様です。ワンになっています。お疲れ様です。さあ、では、この後ですね、先ほどのフォームを意識して、全力疾走の大体8割ぐらいの、力で、走力で走っていただきたいと思います。ごめんなさい、僕ね、ここからちょっと動けないんですけど、赤いコーンから、向こうの奥の赤いコーンまで、あ、今、係の方、誰かいらっしゃいますかね。一番端の赤いコーン、直線に入る赤いコーンから、今、スタッフさんがね、ごめんなさい、走っていただいてごめんなさい。今、スタッフさんがいらっしゃる赤いコーンまで、約100メートルですかね、8割ぐらいのスピードで走っていただきます。フォームにね、気をつけながら走っていただきます。では、順番に、どんどん、行っていただきたいと思います。ちょっとコードがあるので、コードのちょっと奥ら辺でね、走っていきます。で、走る前に3歩か4歩ぐらいスキップをしてから走っていってください。スキップで3歩4歩ぐらい スキップしてから、そのまま、流しをしていきます。では競争じゃないので準備できた人からいきましょう。競争じゃないので、準備できた方からいきましょう。用意スタート。あ、どんどん行って大丈夫ですよ。どんどん行って大丈夫ですよ。さあ、大きく大きく、さあ、いい姿勢で行きましょう。いい姿勢で行きましょう。大きく大きく行きましょう。で、走り終わった方は向こうで待機しててください。走り終わった方は向こうで待機しててください。さあ、姿勢に気をつけていきましょう。姿勢に気をつけていきましょう。大きく大きくいきましょう。
さあ、これでね、しっかり刺激入れていきましょう。さあ、大きくしていきましょう。はい、皆さん、今1本目、あと1本だけいきたいと思います。あと1本だけ、さっきのところまで走ったら、また中央に戻ってきてください。では、次の方いきましょう。スタート。さあ、大きく、大きく、大きく、ゴー。さあ、スキップも大事にしていきましょう。スキップも大事にしていきましょう。さあ、腕を大きく振って、腕を大きく振っていきましょう。さあ、いいですよ、いいですよ。さあ、いいフォーム、イメージね。イメージしていきましょう。走り終わった方は、また真ん中のところまで戻ってきてください。ゆっくりで構いません。さあ、腕大きく大きくね、振っていきましょう。さあ、大きくね、姿勢に気をつけていきましょう。さあ、いいですよ、いいですよ。さあ、皆さん、ジョギングとね、ウィンドスプリントね、ありがとうございます。では、中央付近にね、お集まりください。ここからはちょっと安倍さんの方にね、バトンタッチしたいと思います。では、ちょっとマス目が狭くなってしまったんですが、またこちらの方にね、お越しください。さあ、ちょっとですね、ジョギングとウィンドスプリントで、こう皆さん刺激が入ったと思いますが、安倍さん、ウォーミングアップはちなみに、だいたいレース前、どんなことをされていらっしゃいますか？まあ、基本的な、まず、動的ストレッチを入れて、その後のドリルだったんですけど、あとに、まあ、ジョギングを、まあ、20分から20分くらい、まあ、ゆっくりやって、流しをやって、レースに臨むっていう。まあ、だいたいトータルで1時間ぐらい、ウォーミングアップ。なるほど、安倍さんは普段も1時間ぐらい担当されているので、今日はちょっと時間の都合上、ちょっと凝縮した感じの、ウォーミングアップでございます。普段ね、アスリートの皆さん1時間ぐらいね、ウォーミングアップされているということで、では、いよいよ本練習の方に、入っていきたいと思います。大丈夫ですか、皆さん。これから本練習ですよ。で、これから安倍さんの、本練習入っていきますが、体調に合わせてですね、ちょっときつい方は途中休んでしていただいても全然大丈夫ですので、ご自身の体調を最優先で、ね、お願いいたします。では、安倍さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。体調、テレさんの方から、ありがとうございます。テレさんの方からバトンタッチいただきました。これから本練習に入っていくんですけれども、まず、実際に走ります。結構走ります。で、どういうトレーニングこれからやるかっていうと、ファルトレクっていうトレーニングをやっていきます。ご存知の方もいるかもしれないです。ファルトレクっていうのは、時間でやるインターバルみたいな練習です。具体的に今日やる練習ちょっと説明するんですけど、まず最初1分間、自分のペースでまあゆっくり、さっきのジョギング、ウォーミングアップみたいな感じで、まあ、本当に無理のない程度のスピードでジョギングをしてもらう、1分間。で1分経ったら、僕がこのブザーでこの音を鳴らすので、これがの合図があったら、次1分間、ご自身のペースで少しペースを上げて、ラッシュではないんですけど、ちょっとペースを上げて、まあ、体を追い込むようなスピードを出す、スピードに乗る感じの、1分間やっていただく。で、また1分経ったら、という音を鳴らしますので、そしたらまた、ゆっくり、ジョギングに切り替える。で、また1分経ったら、この音に鳴らしますので、そしたらまた、ラッシュというか、スピードをちょっと上げてもらう。というようなことを、ジョギング、スピード上げるっていうのを1セット。これを10本、10セット。20分間です。20分です。でもフルマラソンとかに比べたら全然短い。それに比べれば20分で短い。で、この練習やる上で一番大事なこと。で、大事なこと唯一一つだけです。何かっていうと、20分やるっていうことです。20分やる。どういうことかっていうと、例えば、最初めちゃくちゃ飛ばして、1本目から。でも、わ、疲れたって言って、2セット目入って、わー、まだ疲れたってなったら、多分、5本目ぐらいで、多分もう、しんどくなってやめちゃいます。これだとちょっともったいないんですね、練習として。あと言って、最初から、いや、10本あるから、かなり最初から抑えめに行こうとすると、9本目、10本目あたりで、あ、ちょっと、
楽しすぎたから最後だけちょっと追いこぼってやってしまってももったいないですね。で 42.195km をで体力を使い果たすぴったり使い果たすようなこういう感覚っていうのがすごい大事になってます。なので20分間で、まあ、今日はあの限界まで追い込む必要は全然ないので、まあ、ご自身の体調に合わせてちょっと今日体調いいから、まあ、結構追い込んでみようかな、ちょっと体調良くないからまあ限界の6割半分ぐらいで抑えようかな、そこら辺はあのご自身で調節していただいていいんですけど、それからまあ悪重して1本走るのがすごい理想です。でもその感覚つかむまでってすごい時間かかります。僕もまだ12年目ですけど陸上始めて、まあ徐々にできてきたかなと思うんですけど、まだ全然慣れてこないですね。これ難しいです。なのでそこのペース配分感覚っていうところを意識してもらって、この練習1分ジョギング1分速くっていうのを10本皆さんでやっていこうと思います。で、あとはそうですね、まあこのさっき1周か2周してもらったこのコースで使っていただいていいんですけど、その中で、まあ、自分のペースで本当にまあご友人と競争されてもいいですし、本当にまあでも自分のペースでやってもいいので、このトラックの中に、音楽流しながらやります。20分間皆さんで頑張っていきましょう。よろしいでしょうか。はい、じゃあ、スタート位置を赤いコーンじゃあそちらの方に移動していただいて、そこの、赤いコーンのところを使って岩木さんが結構多分足くなると思うんですけど、岩木とか見たい方いらっしゃったらちょっと準備していただけると。であのさっきウォーミングアップしたのと逆回りに今度トラックと、ね、同じ回りになりますよね。今度は左回り逆時計回りに行きますね。ちょっとあの赤いコーンは分かりにくいんですけど、さっきのトラックの回りになります。まあ、最初はジョギングなので自分の位置から始めていただいて構いません。大丈夫です。ここに線があるんですよね。この赤いコーナーは分かりづらいので、さあ皆さんではこの後もスタートしますので、最初ねビギングじゃあ準備よろしいでしょうか。大丈夫ですか。これから20分間しっかり、まあ本当に体調悪いという方は全然途中で抜けていただいて構わないんですけど、20分間しっかり皆さんで頑張っていきましょう。それでは始めます。よーいスタート。最初のジョギングです。これジョギングですよ。さあ、阿部さんスタートしましたね。結構ジョギング早くなんですよ。ジョギングですよ、1本目。これから20分間あります、はい、やっぱりこの緩急をつけるのが大事ですね。緩急をつけて、なるほど。まだこれジョギングの方ですからね。この後スピードアップしますからね。まだ無理しないでくださいね。スピード出すところで頑張りましょう。このジョギングのところだと、まあ、頑張らなくて大丈夫です。10秒前です。10秒前。じゃあスピードアップまで早速です。5秒前。5、3、2、1、スタート。さあスピードアップです。スピードアップ。走りながらこのペースで10本持つかなっていうようなところを自分で確認しながら頑張っていきましょう。さあスピード上がりできましたね。やっぱり皆さんがスピードが上がってもフォーム崩れずにね、なるべく人ですね。やっぱりジョギングも膝上げても動きが変わらない。確かに。そうですよね。今すごいやり
はい、1本目からかなりね、飛ばしてますね。残り20秒です。残り20秒。スピードによって気持ちよく上げていきましょう。気持ちよく10秒前で5秒前4 3 2 1。はい、ドミングです。はい、ドミングです。自分の体操に合わせて頑張っていきましょう。ドミングですよ。さあ、ドミングです。ドミングです。ご自身の体操に合わせて大丈夫ですか。まだ残り9本がありますから。伸ばしすぎないように。確かに、伸ばしすぎないように。でも押さえすぎてもダメです。難しいところです。15秒前です。ペース配分大事ですよ。頑張るジョギングですよ。ジョギングのところは頑張らなくていい。そうですね、はい、ここでリラックスして頑張って、はい、今ジョギングですよ。
ど、ここの踏ん張りがじゃあ、はい、ここが踏ん張れる選手は、はい、最後、勝つっていうところ、もう決まってるところです。確かにそうですね。トマトライスの親指の、はい、この15キロ以降で、はい、はい、そうですね。はい、そうですね。リバルお前、さっきの乗っていきましょう、スピード乗って。さあ、ここ粘りどころ。5秒前、4、3、2、1。はい、ジョギングです。はい、ジョギングです。大丈夫、大丈夫ですか？さあ、そっか、僕らも名前させてる、ワウツ・キーさんの大名が天井打破という車があります。それだけ天井打破で、天井打破していきましょう。天井だからね。残り3本ない。残り3本。あと3本。という間にも残り3本。ああ、何本？最初は阿部さんが前に。姿勢です。姿勢ですね。ここからが本当にどれだけ基礎を作ったかというのが重要です。なるほど。15秒前です。整えて、姿勢を整えて。行きましょう。10秒前。5秒前。4、3、2、1、スタート。さあ、スタートです。さあ、8本目がスタートしていきました。お、素晴らしいフォーム。すごい、ペース上がってますね。さあ、8本目。ここのね、1回ですね。さあ、姿勢に保っていきましょう。このあたりから60秒走りスピードを上げ続けるというのがだんだんきつくなってくるので、確かにやっぱりペース配分というのはしっかり考えつつ、やっぱりでもスピードにはしっかり乗るというところが大事です、はい、おっ、いい走り、いい走り、10秒前、10秒前、5秒前、4、3、2、1。はい、ジョギングです。はい、ジョギングです。さあ、皆さん、あとスピードアップ2本だけですよ。さあ、ジョギングです。さあ、いよいよ残り2本です。残り2本です。あっという間に。阿部さんはこういうトレーニング、残り2本ぐらい何を考えてるんですか？終わった後にどういうご飯を食べるか。終わった後も美味しいご飯を食べる。ぜひ皆さん、終わった後の楽しみをイメージしながらね、残り2本やっていきましょう。終わった分だけ終わった後のご飯が美味しいです。そうですね。15秒前です。さあ、次が9本目です。15秒前。さあ、9本目頑張っていきましょう。5秒前、4、3、2、1、スタート。はい、スピードアップです。9本目です。いや、素晴らしい走りですね。いやー、伸びのある、はい、いい動きしてます。さあ、9本目です。さあ、ご自身のペースでね、ご自身のペースで刻んでいきましょう。30秒前です。さあ、ナイスナイス。15秒前です。頑張りましょう。残り10秒です。あと15。5秒前、4、3、2、1。はい、ジョギングです。あと1本ですね、あと1本。いよいよあと1セットです。あと1セットですよ。さあ、阿部さん、あと1セットということですけど、やっぱり変わらず気をつけることとかってありますか？変わらず気をつけることはやっぱり姿勢。なるほど、ね。やっぱり最後の1本は、もう気持ちで。気持ちで。気持ちで。いやー、やっぱ気持ち大事ですよね。そうですね、やっぱりまあ、今のその現状を超えていくという。まさに現状が。まさに現状が。気持ちでやっぱり我慢していくのが大事です。
最後は今日30秒前になりました。確かに最後は気持ちいいですよね。最後も気持ちいいですね。リラックスして気持ちをラスト1本。15秒前です。さあ15秒前ですよ。ラスト1本になりますよ。15秒前、5秒前、4、3、2、1、スタート。さあラスト1本いってらっしゃい。ラスト1本です。さあラスト1本ですよ。早い。さあペースが上がる。素晴らしい走り。おー、いや、危なかなりいい走りじゃないですか。はい、羨ましい服装感。伸びやかですね。伸びやかですね。さあ、ラスト1本ですよ。疲れてくると足が流れてくる。なるほど、なるほど。前に足を運んでいくっていうところが大事です。マリオジャンプのイメージですね。そうですね。もう、足をしっかり上げるっていうところが大事です。あと20秒。あと20秒。15秒前です。お勝負をカウントダウンしますか。もう20秒。9、8、7、6、5、4、3、2、1、終了。お疲れ様でした。ゆっくりジョギングだったり歩いたりしながら戻っていきましょう。ゆっくりジョギングとかを踏んで戻ってきてください。いやー皆さんすごい頑張りでした。いやーすごかったですね。マスト1本の気合いの入り方が感じられましたね。まさに現状打破。現状打破ってます。はい、皆さんゆっくり戻ってきてください。ゆっくりで構いません。歩きでも構いませんので、ゆっくり戻ってきてください。ゆっくり、はい。ゆっくりだよ、ゆっくりだよ。ここで呼吸を整えながら戻ってきましょう。いやー、春とはだけどね、20分というのは素晴らしかったですね。20分と最初行った時にはえーって言われてましたけど、終わってみると案外本当に、ね、しっかりやれていたなと。充実感がすごいありますよね。ジョギングだとなかなか20分で追い込めないですけど、このファルトレックだとわずか20分間でこれだけ制覇できるっていう。で、ですね、マラソンもやっぱり長い距離走るだけじゃなくて、たまにはこういうトレーニング。やっぱりスピード練習っていうのはもう長い距離走るのも大事なんです。すごい重視してますけど、ハーフマラソン今は中止なんですけど、はい、まあでももう週2回とか3回はスピード練習入れて、レースの直前にレースのペースで走るっていう練習。はい、はい。能力を上げるためにはスピードレースが一番だと思うんですけど。そうですね。もうでも毎週きついですね。週に3回きつい練習が来るので本当にしんどい。でもこういう興味やってるようなファルトレックですと、よく距離とかタイムとかを気にしちゃうと、うん、何秒で走んなきゃみたいな、はい、動き固くなっちゃうんです。そうです。なので、まあ、インターバルっていう練習もやっぱり、まあ、一番こうメジャーなもので大事にはなってくるんですけど、体調によってはやっぱりこう自分が設定したタイムで走れなかったとか、なんかこうちょっとああできなかったっていう、こうなんか嫌な気持ちになったりするんですけど、こういう練習もすごい時間的に今の体調でもかなりいいです。はい、というわけで、皆さんも戻られましたね。この安倍さんも普段取り入れてるような、箱根ランナーね、大丈夫でしょ。放心状態。安倍さん、全体的に皆さん走りいかがですか。そうですね。まあ、最初にこうエメさんと一緒に基礎トレーニングという形でいろいろこう姿勢についてやったと思うんですけど、まあ、そのあたりをこう意識されてるなというところがあって、まあ、そこはすごい良かったなというふうに思います。でもやっぱりこうだんだんきつくなってくると腰が下がってきてしまったり、腕振りがこうバラバラになってしまったりというところがすごいやっぱり出てくるかなという。そのあたりの基礎練習っていうものをしっかりやった上で走りにつなげていくというところをこれからも気をつけていってほしいなと思います。とりあえずまず20分間お疲れ様でした。
入りますね。というわけでですね、この後、ゆっくり、クールダウンで、反対回りで、ジョギングを、していただきたいと思います。いきなり、パソコンとかの電化席もそうですけど、スイッチオンで、急にスイッチオフに、いきなり電源切ると、パソコンも壊れちゃうと思うんですけど、人間の体も、やっぱりいきなりスイッチオフ、今もうスイッチオンで皆さん、もう10分追い込まれたので、今度はゆっくりと、クールダウンで、だんだん、パソコンへとシャットダウン、ね、ゆーっと、オーブンとかで言うとね、徐々に、熱が冷めていくのをやっていきたいと思いますね。今と今度、逆回りで、ゆっくり一周していただきます。疲れたからといってですね、レース後もよくですね、走り終わった後に、あー、終わった、疲れた、ビールで乾杯だと、やっぱり気持ち的には、そういう気持ちいいんですけど、あと体的にはですね、負担がかかってしまう。次の日に疲労を残さないとか、皆さんの怪我予防とかもありましたので、体をいたわってあげるためにも、ゆっくり疲れててもゆっくり走っていただいて、徐々にですね、日常生活モードに戻していただきたいと思いますので、では、皆さん、ゆっくりですね、今のコースと逆回りで、ゆっくり一周お願いいたします。ゆっくりでお願いします。ちなみに阿部さんはクールダウンはどれくらい普段されてるの？まあその日の練習でどれだけ追い込めたかというかどれだけ疲れたかによっても変わりますので、まあでも最低やっぱり3キロ。あ、3キロ。阿部さんはね3キロぐらいは走られる。多い時だともう結構余力が残っちゃってると、はい、まあ10キロぐらい走ってる。10キロ。あります。すごいですね。ダウンというよりはトレーニングという感じなんです、ね。確かにマラソン選手でもねたまに30キロ走の後に10キロ、10キロぐらいね。60分10っていうようなこともやれる人もいらっしゃいますので、ね。皆さん、競争でゆっくりで大丈夫ですよ。ゆっくり、今日走った、フォームを確かめながら、ゆっくり呼吸を整えていきましょう。これスイッチをオフにしていくためのクールダウンですからね。ゆっくりゆっくり、呼吸を整えていきましょう。さあ、クールダウンの時も少し姿勢を気をつけながら、行きましょう。気をつけながら行きましょう。ゆっくりで大丈夫ですよ。ゆっくりゆっくり、先ほどね、体を追い込んだ、体をいたわってあげましょう。やっぱりスピードを上げてる中だと、こうちょっと左とか右とか、どっちかの足とかにこう負担がかかるところも、でも修正できないままスピードを上げるっていうこともあるので、はい、そこでちょっとこう、あ、ここ、こっちの足が痛いなとかっていう、バランスが崩れみたいな。それはやっぱりこう修正するっていう意味もなるほど、バランスのね修正ってことで、ね、崩したまま次の日になってしまうと崩れたままで積み重ねでバラバラになる、はい、では、元の位置に戻ってください。ゆっくりで大丈夫ですよ。ゆっくりで大丈夫ですよ。戻られた方は少々ねお待ちください。今、阿部さんからもお話ありましたが、バランスが崩れるのをまた整えていくんですね。クールダウン、意識していただくことは大事ですけど、なかなか普段、皆さんでも、練習終わったとクールダウンとかされてますか？してない。やっぱり追い込んだ練習のあったところですね、特に。ジョギングの時とかはね、あれですけど、やっぱり追い込んだ練習で終わって、ほっとしたりとか、本当にすぐね、食べに飲みに行ったりされてるので。なかなかね、時間がない中で走られた方もいらっしゃると思うんですけど、もうわずか一周でも、いいので、結構僕がモノマネさせていただいた川内優輝さんは、それこそダウンジョックでめっちゃ長く走られたりもするんですけど、先輩芸人の猫ひろしさんは、どんなに忙しくても必ずもう1分でもいいからダウンした方がいいって言われて、なので、この一周だけでも構いませんので、やんないよりは絶対やった方が、皆さんお仕事の合間とか、家事とか育児の間に走られてると思うので、
時間はないと思うんですけど、この1分間の積み重ねが本当に大事になってます。怪我なく長く続けるためにもね、ゆっくり走ってスイッチオフにしていただくっていうのがね、大事になってきますので、よろしくお願いします。ではですね、最後、クールダウンの方、体操の方ね、ゆっくりと、していきたいと思います。走る前は動的ストレッチ、ジャパスダイブしましたけど、ああいう動きながら心拍を上げながら筋肉を温めてくれるね、動的ストレッチが、おすすめです。走り終わった後はですね、ゆっくりとね、関節伸ばしていきたいと思います。では、皆さんまずですね、そのままで、クールダウン用にモノマネ体操でも作ってきて、まず最初に言うと平井堅さんの真似させていただきます。平井堅さんの動きで、
皆さん、飲み物飲んでいただいたり、あとは、ちょっとね、体冷え、まあ、僕が言うのもないですけど、体冷えないようにですね、上着していただきまして、お戻りください。事前にアンケートもいただきまして、ありがとうございます。本当に丁寧に書いていただいて、具体的な質問がね、たくさんあった。そうですね、あった以上に皆さん、本当に、素晴らしいことを考えられてるなと思います。でちょっと大変なんですけど、お時間の都合上、全部、本当は全部お答えしたいんですけど、ちょっと今から引かせていただいて、お答えさせていただきますので、ご了承ください。よろしくお願いいたします。さあ、では、皆さん、お戻りですかね。では、皆さん、行きますか。では、お願いいたします。これ、抽選箱とかではないんじゃないですか。はい。では、阿部さん。はい。じゃあ、1つ目、長径靭帯炎、ランナー膝を克服しつつ、楽しくランニングを続けるためには、どのようなランニングをして、どのようなトレーニングを行うことがベストでしょうか。まあ、怪我についての。怪我についてのですね。はい、ご相談ですね。長径靭帯ということで、阿部さん結構なったことありますか。長径、まあでも膝を痛めることはやっぱり今までも、はい、このあたりです、はい、長径靭帯。はい。あると思うんですけど。膝の外側の硬いところです。はい、変わってもらうと分かると思うんですけど、ここの外のこの辺りですね、長径靭帯。この辺り、どうですか、この辺りに怪我されたり。やっぱり最初に、まあ、僕もたまに痛めるんですが、桜橋直子さんが前に、前日とかずいぶん前ですけど、オリンピックの前の年、世界陸上に、本当は金メダル候補で出れなかった時が、ちょうど長径を痛められて、まあ、桜橋直子さんすごい練習だったんですけど、やっぱり、すごい練習量の方でも、やっぱり姿勢とか腰とか落ちてくると、練習量を積んでくると、やっぱり難しいと思いますので、特にやっぱり姿勢とやりましたけど、姿勢がいいときはしっかり入れると思うんですけど、やっぱだんだん落ちてくると、こうね、痛ましくなってしまったりするので、前も結構ほぐしていただいたり、あとはですね、練習明けとかが、例えばちょっと体調悪くて、2、3日後に、いきなり走り始めて痛めるパターンが結構多かったですので、そういう時結構気をつけた方がいいかなと思います。前ももう伸ばしていただいて。そうですね、あと具体的なトレーニングとしては、こういう末端なんですよ。末端のこういうふくらはぎとか膝とかを痛める時っていうのは、体の中心的な部分が鍛えられてない時っていうのが多い。やっぱり一番大事なのってこの股関節周り、お尻の、この中殿筋って言って、こうしたときにグッと硬くなる、ここら辺にあると思うんですけど、こういうこう体を走るときって片足立ちになります。ここの時のお尻で支えるこの中殿筋とか、股関節周りの筋肉が鍛えられていないと、ここが使えなくてこうなって、こう痛めみたいなことがあるので、やっぱりお尻とか股関節周りをしっかり鍛えるっていうトレーニングを、まあ、ネットで検索すれば、いくらでもお尻トレーニングとかで出てくるので、そういったものをやってもらうといいんじゃないかなというふうに思います。次は、ボードでやった、グリコのポーズと、あと、このポーズの、はい。では、次の、いきたいと思います。はい。こちらで、はい。はい。はい。じゃあ、これ、安倍さん答えた方がいいんですか？これ、勉強と、部活の両立についてコツを教えてください。これはもうね、もう文武両道といえば阿部さんです。で、まあ、勉強以外にお仕事と、ね、マンスの両立っていうのもつながると思うので、じゃあ、両立についてちょっと、どんなふうに、まあ、そうですね、大事なことは2つあると思っていて、はいはいはい、2つ、はい。1つは、自分に何が必要かっていうことを、しっかり見極めて、それをやるっていうこと。やっぱり、こう、なんでですかね。まあ、容量の良さとか悪さっていうことにも、そういう意味にもなってしまうと思うんですけど、はい、容量悪く練習してしまうと、例えば自分が今必要なのはスピード練習なのにジョギングばっかりいっぱいやってしまう。であったりとか、筋力トレーニングが必要なのに、まあ、走る練習であってしまうとか、はい。そういったなんかこう、自分に必要のないものを、に時間をかけてしまうと、まあ、無駄な労力になってしまう。効率が悪くなってしまう。必要なことは何かっていうところを常に考えながら、その必要なものをやるっていうところが、やっぱり限られた時間の中で大事になってくると思います。で、これをやる上で大事なことが2つ目で、それは妥協だと思います。妥協？全部やるのって無理なんです。
れやったらいいかな、あでも全部やりたいなっていうふうにやると、なかなかそれは本当に限られた時間の中で難しいです。僕もやっぱり、まあ、受験勉強だったりとか高校とかして、ね、をやりつつでも、まあ、高校3年生の時にインターハイに出してっていう形で部活をしつつっていう中で、やっぱりどっちも頑張るのは無理なんです。全部完璧にやろう完璧にやろうって思ってしまうとやっぱりそれは難しいので、完璧じゃなくても80点ぐらいでいいっていう気持ちでちょっと楽にやるのが、まあ、ポイントかなというふうに。その中でまあ必要なことをしっかり、必要なことだけは最低限やるっていうところが、まあ、あの仕事だったり勉強と競技っていうのを両立するでは大事なのかなっていうふうに思います。なるほど。結構皆さんもね、あのこうお仕事でも活かされる部分も、ね、完璧に求めすぎちゃうと疲れちゃいますもんね。疲れますね。もう気持ちが持たなくなってしまうので、100点100点っていうのはやっぱり無理。正直そんな人間完璧じゃないので、80点でいいくらいの気持ちでやるのが、まあ、もちろん完璧を目指した方がいいかもしれないですけど、時にはやっぱり80点でいいっていうふうに妥協することも大事かなというふうに思います。80点でいいって言われて、ちょっとなんか肩の力抜けていい感じですね。あ、それいいんだって思います。そうですね、はい、ありがとうございます。ではちょっとよろしく、はい、はい、はい、では、はい、お願いします。はい、では、あ、3です。レースの後半、失速せずに走り続けたの練習方法、そして効率の作戦があれば教えてください。あと、よく行う1週間の練習メニュー、さらには大会に向けて、控えている食べ物、逆に多く摂取する食べ物はありますか、と、まあ、レースに向けた事前的なレースの話ですね。まずは、レースの後半で失速しないための練習方法、あと作戦。正直でもそれは何で言っていないのかっていうところは、やっぱりレースってこう最後に失速する原因っていろいろあるんですよ、はい、スタミナが足りなかったのか、前半から飛ばしてしまったのか、それともちょっとこう後半に持たせるための何かこうそういう能力が足りなかったり、はい、ところはやっぱり複雑なので一概に言うことはできないんですけど、まあ、バランスよくしっかり継続して練習するっていう、もうありきたりなことが、ありきたりですけど一番大事かな。距離にもよって違いますし、やっぱりその大会の中で勝負に徹するのか、自分の記録を伸ばすことに徹するのかというところで変わってくるので、そこはいろいろ試行錯誤していただくのがいいかなというふうに。なるほど。今日みたいなトレーニングで20分の中で自分の力をどうやって発揮するかとか。そうですね、うん、その練習の中でも、まあ、月に目指す大会がその記録を目指すものなのか、誰かに勝つ目標にするのかというところでも、練習の中で意識するところって全然変わってくると、何を目標に今日の練習をどうするかっていうところが意識することが大事かなと思います。そしてあの1週間の練習メニュー、これもちょっと、ね、あの目標としてるレースと違うと思うんですけど、さっきあの1週間に2、3回はスピード練習で、はい、そうですね、まあ、多い、しっかり練習しているスピード練習が多い時期ですと、僕はあまり1週間の中で、完全休養を設けないようにしていまして、まあ、それはご自身のレベルというか体調に応じてでいいですけど、僕の場合は、月曜日とかに、月曜日、水曜日、金曜日にジョギングです、ね、ゆっくり。まあでも結構走り慣れてるので、20キロぐらい離れて朝と午後に走るんですけど、まあ、週3回以上。それ以外の火曜日にスピード練習ですね。よくやるのは、1000メートルかける7本。とかのつなぎが600メートルとかですね、もう2分52、3秒ぐらいでやったりとか、あと、まあ木曜日は20キロを4分ぐらいのペースで走った後に1000メートルを1本、本当にタイムトライアル、全力で1本走る、それもスピード練習で、土曜日に、2000メートルを3本、5分50秒とか、45秒とかで。走ったりっていう、まあ、インターバル系、レペテーション系とかが多かったり、で、日曜日に30キロ、キロ4分スペースで走るっていうような、そういった量とスピードをしっかり走るっていうような形が多いかなと思います。一回僕、東京大学に取材に行ってきたことがあって、安倍さんとも聞かせていただいたんですけど、安倍さんのお食事というかですね、安倍さんがポイント練習じゃない日、ジョギングの日だったのに、まあ、僕もいたチームの選手の皆さん、安倍さんはジョギング、こっちはポイント練習で引っ張ってくれたり、そういうなんか
メリハリもすごい強いと。まあそうですね、まあジョギング同じペースでやるぐらいならどうせなら引っ張った方がいいかなっていうところもあったり、まあ、そのあたりでもいろいろ練習を追加したりっていうようなことが多いです。なるほど。ということで、1週間の練習、そして、まあ、食事についてですね、大会に向けて、控えるアベさんの話を聞いてください。そうですね、自炊なので、大学に入ってからは、自分で料理して、体調管理も全部、自己管理っていうところなので、まあ、なかなか苦労するところはあるんですけど、そうですね、控えている食べ物、正直ない。ない、ない。食べたいものを食べるのが一番体にいいと思っているので、最低限、やっぱり栄養バランスを考えた食事をした上で、プラスで何か好きなものを食べるは、僕は許されると思ってね、しっかり練習してれば、まあ、ちょっとチョコ食べたいなとかぐらいなら、ご飯食べるべきなのに、お米食べるべきなのに、お米食べないでチョコ食べたら、もちろんそれは良くないんですけど、米とか味噌汁とか、タンパク質、肉とかをしっかりバランスよく食べた上で、あ、チョコ食べたいってチョコ食べるとかは、全然僕はいいと思うんで、食べたいもの、最低限必要なものを食べた上で、食べたいものを食べるが一番僕はいいと思います。控えてることはあまりないんですね。あまりもうストレスですね。ストレスを、そうですね。控えるのはやっぱりストレスを食べることかなと思います。なるほど。はい。逆に多く摂取するものってやっぱりタンパク質と、お米です。朝昼で2合、まあ多い時だと1日3合はお米は食べる。そういうトラストリームなボディ。もう全部消費してるので、それぐらい食べないと解決しない。まあこれも個人差とかで、あと1問ぐらいです。あと1問、はい、カードは。では、大会当日の過ごし方、あ、いいですね。起床時間、食事内容、あ、さっきちょっと、まあ、これ当日の、ね、食事内容、あとアップの仕方、そして、3つありますので、2つ目が、サブ3を目指す人は月間どのくらいの量を走るべき。これね、他にも質問でサブ4の方、サブ 3.5 の方もいらっしゃったので、ちょっとね、いろいろお話伺いたいと思います。あと、レース中、エナジージェルやサプリは取るべきですか？取った方がいいのであれば、おすすめなどということで、割と具体的な当日のお話です。うん、では、はい。はい。では、まず当日、朝、まあ、レースの何時間ぐらい前に。まあ、例えば朝9時スタートとかのレースであれば、そうですね、最低限も5時には起きていないと、はい、起きても食事をしていないと、そうですね、4時間前にはもう、ご飯食べて、消化をもう始めて、空っぽにする準備をしないときついので、まあ、遅くても 5時ですね。早ければ、起きれれば4時とかに起きるのが、やっぱり5時間前、6時間前とかに起きるのが、体を起こすためと、あと、食事を食べてから、消化するまでの時間を考えると、4時間、5時間前がベストかなと。4時間、5時間前には起きてます。朝早かったりします。ですながら、そうですね、はい。あ、そして、次がですね、無事の内容と、アップの仕方ですね。当日のその食事の内容ということで、先ほどは、何ね、タンパク質や、当日は何を召し上がるんですか？当日はやっぱり、消化にいいものを食べる。そうですね。例えば、うどんとかですね。うどんとか。川内選手はでも、あれですね、カレー。カレーを食べる。カレーを大量に食べる。正直ちょっとカレーを、僕はカレーを食べると結構胃に残るタイプなので、ちょっとカレーは無理なんですけど、まあそこはご自身の体調だったりとかで、まあ僕はうどんが一番こうスルッと入って、でもエネルギーもしっかり持ちますし、すごいいいのかなと。そういったこう消化にいいものを食べるのが、消化にいいけど、ちゃんとエネルギーになるような、うどんとかっていうものを食べるのがいいかなと。あ、お餅もいいですね。力うどんだと、力うどん、完璧なうどん、はい、お餅を、うどんに入れて、柔らかくして食べるっていいかな。普段からその食事、体重を受けるのが危ないかもしれない。それはどうもいいです。はい。確かに、アップの仕方、さっきね、阿部さん、ウォーミングアップの時に、アップはどうなの？そうですね、まあ、長い距離のレースの前であれば、
正直こうレースの前半部分で徐々に体を温めて後半でどれだけ頑張れるかってところが大事になってくると思うので、そういう場合はあまりアップでジョギング長くやりすぎだったりとか、まあ、やっぱり体調ちょっと違ってくる日も日によって違うので、そこはこう体調見極めながら、まあ、今日は結構早めに体温上がるからちょっと早くジョギング短めにしようとか、まあ、ちょっとなんか温まりにくい、まあ、コンディションによっても違う、今日みたいにちょっと涼しかったりすると長い時間走らなきゃっていうこともあると思う。アップの仕方っていう意味だと結構何分ジョギングして何分ドリルして何分ストレッチして綿密にこう事前に立ててからレースに臨む方って結構多いんですけど、そういうのは当日のコンディションとか体調によってかなり自分で変えた方がいいなっていうのが多いなと思います。食べてるところの方はあのアップが必要だと思うんですけど、やっぱり乾燥を目指す方は本当におっしゃるとおり、最初もう最初の2点ぐらいまでウォーミングアップのつもりで徐々にこうレースに入って、多分あと7ぐらいですか、スタートとか並ぶので、そのを含めてウォーミングアップみたいな形でもいいのかなと思っております。まあそうですね、あとでも走り出すとその関節周りちょっとなんかうまく動かないなとかっていうのを修正する時間もないと思うので、そのあたりの今日やったこう動的ストレッチみたいなものを走る前にやるっていうところが大事だと思います。ジャンパーさん、そうですね、大事です。で、次がですね、走行距離、今、アンケートでいうと、ね、それ下とか、3.5 とか、あのいろんな目標の方が書いてあるんですけど、ちなみに安倍さんって、月間走強豪大学とかの選手に比べるとかなりやっぱ時間も限られているので少ないですけど、まあ先月が430キロぐらいで、8月がちょっと忙しかったんですけど、まあ、400キロぐらいで、まあ、400から500ぐらいを経験して走ってるで、これからまだフルマラソンやっていないんですけど、これからフルマラソンやっていくってなるとやっぱり600キロ、700キロは 僕はやっぱ2時間10分内とかを目指して走りたいと思っているので、あと6分の中にも走ってみてるかなと思います。やっぱり1回走った方が速くなる人もいれば、昔の川内優輝選手みたいに私は300キロしか300キロ、100キロしか走りませんみたいな人でもあれぐらい強かったりっていう人もいるので、何キロ走ればサブ3できるっていうような明確な答えは正直ないです。自分のレベルというか特徴がどういうものなのかっていうところをしっかり見極めて自分に合った練習をするっていうのが一番いいのかなと思います。毎日10キロ走る人と1回30キロ走る人、あ、走行距離は一緒かもしれないですけど、長い距離どっちが強いとかもあるし、スピード練習、今日の20分走はパルクですが、走行距離自体はそんなに長くないと思うんですけど、結構皆さんきつかったと思うんですけど、同じ距離の距離でも最後が、エネルギー補給。でも、あれですよね、もう、安倍さんクラスのハーフとかのやつ、もう、ハーフだと取ってもない。水と、本当に水、そうですね。でも、フルマラソン、僕はやったことないですね。まあ、30キロだったから、エミさんはマラソンで。僕はそうですね、フルマラソンはないことに違ってるから、ただ、初マラソンの時、僕、やっぱ、その、お腹空いちゃって、あもう最後の40キロ手前のもうエイドステーションに行って、もうビスケット食べまくりましたね。やっぱりその時はもうジェルとか取るって感覚があって、とにかく何やってましたか。なので、結構まあ、これも最後に行って、まあ、おすすめなものは結構いろんなメーカーさんからたくさん出ておりますので、まあ、出る前に取るって。ただ、取りまくってくると、今度トイレに行きたくなって、特にアニエさんとかフレンさんとか、ありがとうございます。
ファイナルでも田中さんとの、距離を保ちながらですね、気をつけてお帰りいただければと思います。